ちは、サードラです。今回は僕のチャンネルを見てくださっている皆様にご報告がございます。はい。あ、で、久しぶりの実写ですね。多分1ヶ月ぶりだと思うので、最近登録してくださった方は、もしかしたら初めましてかもしれないんですけど、まずご報告としまして、2点ございます。1点は、前に言ってた、実家ですね、に、ちょっと今、事情があって帰ってたんですけど、まあ我が家に戻ってきましたっていうのが、まあご報告の一つ目ですね。で、二つ目なんですけど、僕の、サードラチャンネルなんですけど、動画投稿を始めて、今5ヶ月目に入ったところですね。で、僕のチャンネルの動画投稿を始めて4ヶ月目の時点で、ありがたいことに、チャンネル登録者数1000人 &YouTube の収益化審査を無事通過しました。本当にありがとうございます。で、まあ、この1000人ですね。もう今ちょっと1000人達成して6日ぐらい経っちゃったので、まあ、多分ここら辺に出してると思うんですけど、今登録者がもう、まあ、1日ありがたいことに50人ペースで増えてまして、今1300人かなを超えてる状態。6日間でなんで300人増えてくださってるんで、まあ、1日あたりだいたい50人ぐらいですね。登録をしてくださってる状態です。本当にありがとうございます。で、まあ、この1000人っていうのを聞いて、まあ、多いと思う方もいらっしゃれば少ないと思う方とかいろいろあると思うんですけど、まあ、僕の中でいろいろ調べまして、1000人ってどれぐらいなのかっていうのを調べたら、分母が YouTube に動画投稿してて登録者が5人以上いるチャンネルを分母にした時に上位の 10% に入るみたいなんですよね。なので、まあ、本気で YouTube やってる方の10人に1人しか取れないもんみたいなので、でかつ、期間としては平均でやっぱり2年近くかかるみたいなんですよ、1000人達成するのに。それを、たった4ヶ月で達成できたっていうのは、本当に今この画面の前で見てくださってる皆様のおかげかなと思っております。本当にありがとうございます。で、今後の動き、まあ、僕がもともと収益化通ったらやりたいなと思ってたことがいくつかあるので、それについてちょっとお話をさせていただきたいんですけど、まず一つ目としてはプレゼント企画ですね、をやりたいなと思っております。っていうのが、まあ、僕のチャンネル見てくださってる方がいるから、もうこの無名だった僕がここまで来れたので、まあ、その分を皆様に、まあ、お返しするっていう形で、プレゼント企画やっていけたらなと思っております。で、開催期間に関しては、YouTube の収益が入り次第に なってしまうんですけど、まあ、そこで発表、まあ、このチャンネルで発表って形になるんですけど、今のところ考えてるのは、僕のチャンネル見てくださってる方って結構ゲームをやってる方がほとんどだと思うので、まあ、1万円分の iTunes カード、もしくは Google Play カード、もしくは、まあ、その他の方のために Amazon ギフト券ですね。これを、まあ、当選者の方に選んでいただいて1万円を1名様っていう形にはなってしまうんですけど、プレゼント企画をできたらなと思っております。はい。で、その後は、まあ、収益を見てできれば、毎月ですね、まあ、何かしらの形で皆様に還元をできたらなと、まあ、感謝の意を表するっていう意味でも還元できたらなと思ってますので、まあ、それは楽しみに待っていただけると幸いです。と合わせて、まあ、他の部分としては今撮影環境が結構グダグダなんですよね。機材があんまり揃ってなかったりとかそれ兼ね合いもあるので、ちょっと、まあ、見てくださってる皆様にちょっと見づらいなっていう不快感を与えてしまうこともあると思うんですけど、まあ、それを改善するために今編集ソフト、今無料ソフトでやっちゃってるので、まあ、編集ソフトであったりとか、まあ、機材ですねをちょっと揃えて、まあ、もっと動画のクオリティを上げて皆様により楽しんでいただけるような動画作りをこれからやっていきたいなと思っております。で、あとは新ジャンルとしまして、今ゲーム実況だけでここまでやってきたんですけど、結構僕のチャンネル見てくださってる方で、YouTube で稼ぎたい人、 YouTuber を目指してる人っていうのが結構いるみたいで、Twitter の DM とかで、どうやって登録者伸ばしてるんですかみたいな、結構Twitter で僕登録者がどれぐらい増えましたみたいな報告をさせていただいてるので、どうやって増やしてるんですかみたいなご質問を DM でいただくこともあるんですよ。なので、今後としては、僕がここまで増やすためにやってきた、まあ、ノウハウであったりとか、まあ、これから YouTube 始めたい方は、まあ、こういう機材揃えて、まあ、僕無料ソフトで今までやってきてたので、まあ、無料ソフトでこういう編集すれば動画出せますよ、みたいな、YouTuber 向けの動画も、まあ、週に1本ぐらいですね、作れたらなと。まあ、もちろん今までのゲーム実況は今まで通りのペースで上げて、さらに、追加でそういったのもやっていきたいなと思っております。と、最後なんですけど、これはちょっとまだ分かんないんですけど、やるかどうかは分からないんですけど、新しく、まあ、直近でリリースされるドラゴンクエストタクトですね、あれを、まあ、ちょっとやってみて、まあ、僕自身がやっぱり楽しくないと動画も作るってことはないと思うので、やってみて面白、まあ、僕なりにですね、楽しいなって思えるようなアプリであれば、直近ではドラゴンクエストタクトを、実況のアプリに加えたいなと思っております。なんで、まあ、
今までやってるアプリももちろんちゃんと今まで通り、まあ、もちろん楽しんでやってるので、それもやりつつ新しくって感じでやっていけたらなと思っておりますので、今後ともサードラチャンネルをぜひぜひよろしくお願いします。サードラでした。バイバイ。